町のため池で溺れていた男の子を救助したインドネシア人の男性3人に警察から感謝状が送られました。感謝状が送られたのはインドネシアから来日し米子市の野菜の卸売会社で働いているアディ・レイナルディさん、ナジル・ザナニさん、ローマディさんの3人です。適切な救助活動により人命救助に尽力されました。その後の方向に記念品を添えて感謝に呼びとします。ありがとうございます。3人は先月11日大山町国の方を車で移動していたところ、ため池で5歳の男の子が溺れていることに気づき、レイナルディさんがとっさに池の中に飛び込み、男の子を抱きかかえて水深の浅いところまで運びました。この後男の子を他の2人と協力してため池から引き上げ、男の子の家まで送り届けたということです。お母さん、すごい感謝しました。もう命が助けてくれてってありがとうございましたって言われました。子供が国の未来と思いますけど、ちょっと命が助けてあげてちょっと嬉しいと思いますね。